平野紫耀のファッション誌、エルジャポン、初登場表紙で大ヒット。ファンからの感謝の声が絶えない。日本のエンターテインメント界で注目されている平野紫耀さん、26、が、初めてファッション誌、エルジャポン、11月号特別版の表紙に登場し、その魅力がファンから熱い支持を受けています。 予約開始からわずか1日で重半決定という快挙を達成し、ファンの喜びが広がっています。平野耀、エルジャポンで新たな一歩ファッション誌 LL の日本版として1989年に創刊されたエルジャポンは国内外のトレンドをリードし続け、多くのファッショニスタたちに愛されてきました。 そして、この詩に今回初登場したのが、平野志洋さんです。彼は、憧れのブランド、として知られるルイ・ヴィトンを身にまとったファッションポートレートで表紙を飾り、その美しいスタイルと魅力的な表情でファッション界に新たな風を吹き込みました。また、インタビューでは、日本のエンターテインメントの良さを、ちょっとずつでも広げていきたいです。と、 今後の活動への情熱を語っています。この思いに共感した多くの読者からは、期待と応援の声が届いています。予約開始からわずか1日で、重版決定平野使用さんの表紙を飾った、エルジャポン11月号特別版の予約は、19日の朝に開始されました。 しかし、予約開始と同時に SNS でトレンド入りし、その話題性は爆発的でした。彼のファッションセンスや魅力に魅了された多くの読者が、早速予約に殺到したのです。予約が殺到し、品切れの状態が続いたため、翌20日には重版の決定が発表されました。この早さと迅速な対応に、ファンからは感謝の声が多数寄せられています。 また、一部の販売サイトではまだ購入ができない状況が続いており、ファンたちは平野耀さんの魅力を求めて待ちわびています。ファンからの感謝の声重半決定に対して、ファンからは多くの感謝のコメントが寄せられています。彼らは SNS やオンラインコミュニティを通じて、自分たちの喜びを分かち合い、彼の成功を祝福しています。 以下は一部のファンのコメントです。たくさんのファンが購入できていなかったので嬉しい。みんなと喜びを分かち合えます。発売前の10早々のご対応ありがとうございます。友達も予約できず泣いていたのでとても喜んでいます。平野志耀さんのファンは彼の成功を心から喜び、その魅力を唱えています。 彼がこれからどのような活動を展開していくのか、ますます期待が高まっています。結論平野紫耀さんが初めて表紙を飾ったファッション誌、エルジャポン11月号特別版が予約開始からわずか1日で10版決定という驚異的な成功を収めました。その美しいファッションポートレートやエンターテインメントへの情熱が多くの読者から支持され、 ファンからは感謝と喜びの声が絶えません。彼の登場によってファッション界に新たな息吹がもたらされ、彼の今後の活動に対する期待が高まっています。平野志耀さんの成功は日本のエンターテインメント業界に新たな光をもたらし、彼のファンにとっては嬉しい驚きと共感の瞬間であることは間違いありません。